観光情報番組読みたんラジオ。Presented by FM 読みたん。読みラジスタート。2013年12月4日水曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターは私まさやでございます。おはようございます。この番組、沖縄県41の市町村がありますけれども、その中にここ読谷村もございます。そんな読谷村の情報をがっつりとお届けするのが観光情報番組読谷ラジオ、ナビゲーターのまさやですけども、そんな読谷村、日本一人口の多い村に任命される来年1月1日なんでございますけども、日本一人口の多い村まで残りあと28日となっております。読谷村、日本一人口の多い村まであと28日。早いね、あっという間ですよ。まあ、考えたらもう12月4日、もう今年2013年もこの月で終わってしまいますけどもね、2013年もラストの月となっております。12月4日、今日ちなみに何の日かご存知ですか皆さん。12月4日というのは私の誕生日とかね、まあいらっしゃるとは思うんですけども、今日 ET の日だそうですよ。 ET ってわかります？1982年にあの日本で公開された映画 ET、 あの自転車のカゴに乗せて空を飛ぶ ET、 多分見たことない方でも ET は知ってるって方はいると思うんですけどもね、まあ、特にこの20代の10代の方々は特にそうだと思うんですけども、今から31年前の映画なんですけども、1982年って言ったら、だちょっと待って、書いたの あった、昭和57年もう完璧カンニングペーパーね見ないと喋れないみたいな。昭和57年って言ったら私5歳です ね。31年前の映画の ET、 今でもこの ET のキャラクターは愛されてるんですけども、まあ、その映画を知らない人でもキャラクターは知ってる ET 多くいるのではないでしょうか、ね、この番組も末永く皆さんに愛されながら、この番組でしか聞けない情報をお届け していこうと思っております。 ET に負けないように、ね、観光情報番組読みたんラジオ、これからも続けていこうと思っておりますよ。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、ここ読谷村の歴史、文化、自然、その他の情報をがっつりとお届けしていく番組です。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にお届けしていきますよ。本当にこの番組でしか聞けない情報、あとお笑いとか、あとはね、グッとくる、まあ、グッとくることってあるかな、わからないんですけども、まあ、この番組でしか聞けない情報を盛りだくさんで1時間お届けしますので、チャンネルはそのままにね、お付き合いよろしくお願いします。で、今日の番組の流れなんですけども、この後ドライビングナンバーをおかけしてお天気情報を お伝えします。 CM を挟みまして、 CM 明け、読谷なんでも調査団というコーナーをお送りします。ナビゲーター、私自ら、その場所に行って調査をしてきたわけなんですけども、これどういうことみたいな、もしくはこういうにして、改めて聞いて、あ、そうなんだと感じるね、もう読谷のあらゆる情報というか、このなぜと思うことを私自ら現場に出て調査してきたコーナー、読谷なんでも調査団、 CM 宛てにお届けしていきますよ。あのね、今日の読谷なんでも調査団、読谷の、まあ、元気なおばあ
うん、元気なオーバーの紹介を読谷団でも調査団でお送りしますので、ね、詳しいことはこの後 CM 当て読谷団でも調査団、ね、お聞き逃しなく、面白いですよ。でその他読谷で行われるイベントの情報や、まあ、読谷村の魅力、このラジオから伝わる読谷村をがっつりとお届けしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。本日のナビゲーターは私マサヤでございます。Yes, yes, yes. 本日の観光情報番組、ドライビングナンバーザ・ヴィーナス、キスは目にして、目に注視を。観光情報番組、ドライビングナンバーザ・ヴィーナス、キッスは目にしてでした。観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。本日の放送も読谷村高志保にございます体験王国紫村、サテライトスタジオより生放送でお送りしております。時刻は9時、9分になってますね。さあ、この時間はおし天気予報をお伝えしましょう。まずは天気概況からです。本島中南部と本島北部では5日にかけて空気の乾燥した状態が続く見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。4日沖縄地方は初め高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響で先島諸島は午後から、沖縄本島地方では夜には曇る見込みです。沖縄本島地方、空気が乾燥しています。火の元、火の取り扱いに注意してください。沿岸の海域では沖縄本島地方と与那国島地方では多少波があるでしょう。で本日の天気なんですけども、4日北東の風晴れ、夜は曇り、波の高さは1メートルのち 1.5 メートルでございます。本日の日中の最高気温21度、本日の降水確率は
午前午後 10% から 20% となっておりますよ。まあ雨の心配はないですけども、ね、日中は21度まで上がる、まあ、半袖で、ギリギリまだ過ごしやすいかなという沖縄ではあるんですけども、ね、ただもうちょっと風邪ひきさも多くなってますので、ね、まあ、本土からいらっしゃった方は、ね、もう南国沖縄暑いねというふうに感じてしまうかもしれませんが、ただ、ね、強い風ね、本土とはまた違って海に囲まれている沖縄、この風に長らく当たりすぎると、ね、風邪をひいてしまう可能性もありますので、そういったところは十分気をつけてほしいなと思いますよ。さあ天気予報に加えて、読谷にはですね、残波岬という場所がございますけども、その残波岬手前に憩いの広場公園がございます。その憩いの広場公園にレストランティーダさんさんがございますけども、そのレストランティーダさんさんのスタッフさんに電話をつないで、そちらの天気の情報と、そちらからまた海が見えるわけなんですけども、その海の情報をお伝えしていこうと思っておりますよ。つながってるかな。もしもし、おはようございます。もしもし、おはようございます。ティーダさんさん、松田です。プリティ松田さん、お久しぶりぶりですね。お久しぶりです。はい、はい、ではじゃあ松田さん、よろしくお願いします。お願いします。では海の状況ですが、こちらから見える海の状況は、とても静かに見えます。白い波も立っている様子はありません。空の状況ですが、今は太陽が隠れてちょっと風が吹いて肌寒いような感じに見えます。で、太陽が出るとちょっと暖かくなっている、気持ちいい天気になってましたが、今はちょっと肌寒いですね。で、レストランの状況です。本日、水曜日定休日のためお休みとなっております。以上です。はい、松田さん、ありがとうございました。今雲がかかって太陽が隠れてるというふうにおっしゃったじゃないですか。はい、まあ、沖縄県読谷村23のあざがあるということで、私が今放送しているところは高志穂という、はい、まあ、自治会なんですけども、今松田さんがいらっしゃるこの残波憩いの広場周辺は宇佐という場所になってるんですよね、はい、隣同士なのにこうも天気が違うというのはまた面白いですね。雲の隠れ、太陽の隠れがあるというのは、はいですね。まあ、近くにはこの大きなシーサーとか残波岬もあるのでね、まあ、レストランは今日はお休みということで、また明日から通常通り営業はされるんですよね。はい、わかりました。ではまた明日も、はい、この天気予報に加えていろんな情報をよろしくお願いしますね。はい、ありがとうございました、はい、残波岬憩いの広場内にあるレストランティーダさんさんのスタッフ松田さんにお話をお伺いしましたよ。観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。読谷村、ね、23の朝がございます。今私が放送している場所、大天王国紫村がある場所は読谷村高志穂でございます。先ほど電話中継をつないだ、残波岬憩いの広場公園、そちらは宇佐という場所になります。その他にもね、本当に、ね、いろんな朝があっていろんな朝の魅力がありますけどもね、そういう朝の魅力、ここでしか味わえない読谷村の魅力をまた CM 宛てにがっつりとお届けしていきますので、ね、チャンネルそのままでお付き合いよろしくお願いいたしますよ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。さあ CM 宛て読谷なんでも調査団のコーナーをお届けしますよ。はい、読谷の元気のね、パワーがあるおばあの声をお聞かせしますので楽しみにしていてください。一旦 CM です。
あーよく寝た。おはよう。おはよう、あなた。おはよう。ご飯にする？それとも。決まってるだろう。観光情報番組に決まってるだろう。もうあなたったら。観光情報番組読谷ラジオ。読みたん、なんでも調査団。観光情報番組読みたんラジオをお送りしておりますよ。時刻は9時17分になっております。さあここからはコーナー読みたんなんでも調査団をお届けします。どこにでもある、でもそこでしか味わえない、読谷ラジオから始まる発展と触れ合いということで、本日お届けする読谷なんでも調査団、まあ読谷にはいろんなね、自然文化、まあいろんな、ものがあります。伝統もねいろいろあるんですけども、やっぱり沖縄といったらね、人なんですよ。人とのその会話、非常にその会話から生まれてくる、またつながりね、またここに戻ってきたいというのは、その場所の風景だったり、特に人との会話だと思いますけどもね。来年日本一人口の多い村になる読谷村、人口の多い村にはそれこそたくさんの人がいるということなんですけども、長寿県沖縄ね、ここ読谷にも元気な先輩方がたくさんいらっしゃいます。はい、そんな読谷の元気のあるおばあの、はい、お話をですね皆様に、お伝えしていこうと思っておりますよ。読谷のザキミ出身、この方のお話、島袋秀さんですよ。休めないさ、おば95なるさね、うん、なんで安心元気な、元気の秘訣って何ね。あんた方がいるから。あ、いや、みんなが、うん、周りの人のだからもう何もできないからとしておこうというか、うん、この素材者がいっぱいいるさね、うんうん、いっぱいいるから、うん、すごくこの時をよ、うん、もうどこにも行かない。あ、もうお家で、もうお家に眠っておこう、どこにも行かないと言って疲れるみたいだけど、うん、また何だ残ったがむちゃ、組合が何か来るよ、何をしてよ、すぐにフラちゃんよ、うん、もう眠くなるのもよ、うん、落ちてすぐ飛ぶ起きてよ、元気になる、うん、あいや忙しいほうがいいんだね。だからね、お前ゲートボールとかやってないの？ゲートボールのゲームわからない。あ、いや、ゲートボール、あ、そうなの、うん、やったことないの？ゲートボール、ザキミは老人会の人たち、おるに一生懸命だから、花折り、おるに一生懸命だから、うん、おるときはみんな一緒に、みんな一緒にやらんといけないからよ。あ、そのじゃゲートボールやってる時間っていうのはじゃ本当にもったいない、もったいない、この時間がもったいない、パーマかけるのももったいない、うん、ダンパチもね、うん、パーマかけたことない。どんなしておばあちゃんやってるの？自分でも普通に言ったりしてるの？あんた方が来るよって言ったらすごいあんな子はつけてこないって朝から綺麗子に言って、ああ今日また誰が見えるかわからないから、うん、朝なったらすごい油子でして、うん、たらもう年取ったらよ、うん、手も痛いしこっちも痛いから、うん、痛いからこれやらな、今から切るかねえと思うけど、髪またもう薄くなって、うん、ダンパチするかね。ダンパチ、お前ダンパチや、普通にもうザキミとかでやってるお店に普通に連れてってもらったらいいのに。だから、うん、チリを言った俺たちが切れないよ。できるよいいね、でもとっても元気があって、逆に自分たちはお話ししてたらパワーもらえるね。だからもっと頑張らんといけない。このさ、みんながそう言う、うん、本当にこの、ね、18日にこのこっちに公民館に集まった時のよ、うん、公民館、ザキミの公民館、40名の婦人会だけど、うん、もうおばあパワーもらおう、あ、いや、みんながパワーもらおう、あやかわるあやかわると言うからよ、うん、
あやこ私をあやかって、うん、あなた方のお若いパワーを私にくださいって言ってよ。あいや、はい、交代交代だから交代しよう、はい、はい、続くよ。みんな手取りに来るんだの。あいや、やっぱりそういう風にしておばあが持ってる魅力。さあ今、皆様に聞いてもらってるのはですね、読谷の元気なおばあのお声でございますけれども、読谷のザキミ出身島袋秀さん、なんと95歳なんですけども、とってもね、おしゃべり上手で、まあこのね、子供まだ36歳の私がおしゃべり上手と先輩に言うのもね、ちょっと大変失礼なんですけども、本当に話しやすくて、でまた優しくてね、本当におおらかなんですけども、こういうね、沖縄に来て楽しみの一つで、この人との会話っていうのは非常にいいんじゃないかなと思ってね、おばあのお話をおかけしたんですけども、で、ある調査が行われてまして、この日本全国あなたが好きな方言ランキングというですね、ランキングを調べている企業がありまして、その企業さんが調べたランキングによりますと、第1位京都、京都の方言が好きという第1位なんですよ。で第2位九州の博多だそうです。で第3位にここ沖縄が入ってるんですけども、ね、沖縄選ばれた理由というのが、優しくて穏やかな感じでほっとすると、ね、聞いててもさっぱり意味がわからないところに魅力を感じるというふうに、ね、意見が多くあった、選ばれた理由も様々ではあるんですけども ね、こういうふうにして考えると、我々はまあ地元の人間ですから、まあ、それを普通に使ったりする言葉あるんですけども、沖縄の言葉の中には、ね、例えば来る、来るという意味、来る、カモンの来るね、とか来るが行く、 Go になったりする、ね、不思議な沖縄の風習でございますけども、そういうね、おばあちゃんたちのお話を聞くと、ね、こういったことがまた身近に、ね、体験できるということで紹介しました。そして長寿県沖縄村内読谷村で今年、新100歳を迎えた方々がなんと7名いるそうです。男性が2名、女性が5名で計7名ということで、すごいですね。で100歳以上の方々はなんと23名いるそうです。すごいですよね、100歳がだよ。さっき音源で紹介した島袋秀さん95歳なんですけども、でまた鹿島屋、はい、鹿島屋97歳にあるお祝いを迎えた方は村内でなんと31名いらっしゃるそうですよ。その中で男性が3名、女性がなんと28名いるということなんですけどもね、こういうにして私が紹介した、方々、先輩方々のお話っていうのもね、ぜひ聞いて、で楽しいこの沖縄の、ね、旅の一つのスパイスになると思いますんで、はい、こういった人との触れ合い、おばあたち、おじいたちとの触れ合い、例えばね、読谷の、この西海岸沿い、ちょっと残波岬方面には、畑が広がる、ね、ずっと続いてる、もう見晴らしがいい場所があります。そこで、農作業をされている方にね、サトウキビ畑、もしくはこの野菜なんかを植えてる方々にお話を聞いて、今何作ってるんですか、サトウキビちょっともらえないですかってね、声がけしたらもう多分気さくに、あ、いいよいいよってことでね、サトウキビもらえる可能性もありますのでね、変なしないでね、こういうにして人との触れ合い、こちらも旅行の楽しみの一つになると思いますので経験してくださいね。でこの島袋オーバーなんですけども、先ほどはこの元気の秘訣お話ししたんですけども、元気の秘訣ともう一つ皆様に紹介したいのがあるんですよ。じゃあ健康の秘訣はね、人とのおしゃべりというんですけども、また他にも健康の秘訣があるということで、島袋秀さんの声ちょっとまたおかけしましょうね。おばこれあれね、歩け歩けとかそんなのはやってない これで、もう室内で足踏みしてるの。あ、そっか、私はよ、うん、
あれではこの足は、うん、貧乏ゆじりりち、こんなにこんなにしてもこんなにこんなにしても貧乏ゆじりと言うけど、今なったらよ、あのこの貧乏ゆじりを大いにやりなさい、やりなさい、ただ座っていたらよ、筋肉が固まって血液もダメやんで、足が絶えずこんなにこんなにしてやってるんだ。でお家の中でやってんの、おば、テレビ見ながらとか。だから私そうではないけど、若い時からこれもこれもこれも、あ、また作業、また足もこんなに、はいはい、右踏んだり、ね、右踏んだり左踏んだりやってるさ、これで健康なっている。あ、健康の秘訣で何かつながってるんだね。じゃあいろいろ、だからや、これとこれと、まあ、公民館行くときは歩いてってるの、公民館はまた、公民館は向かいが来るの、あっちから向かいに来る。あ、ザキミ資料館にも行ったりするさ、おばたまに、うん、あっちはあっちも向かいに行くの、誰か資料館には、資料館は、うん、あっちも生もやあれ作ってあるさ、あの、ね、俺がモーメン、うん、今やってるね、モーメンやってるさ、うんうん、あれも私が行ってやってあるから、あっちから島袋井出さんにお話を聞いてるとね、時間が止まってるかのようにね、楽しい時間が流れました。はい、取材をしながらもなんか優しい気持ちになれるというかね、ワクワクしてしまう。はい、だからとってもいいな、こういう先輩方とお話しするのはとってもいいなというふうに感じました。そういう島袋秀さん、95歳、ザキミ出身なんですけども、なんと読谷村の、伝統芸能の一つにあります、伝統的工芸品の一つですね、失礼しました、ユンタンザ花ウイの技術保持者でございますね。そういうユンタンザ花ウイの情報はまた CM 宛てに皆様にお伝えしていきますけども、そういうね、95歳でも現役バリバリで伝統的工芸品ユンタンザ花ウイに関わってる島袋秀さん、元気の秘訣というのは人との会話、そして昔からやってる花織のこの足を使った作業、ね、足踏み、貧乏譲りって言ってましたけどもね、そういったことも関連してるよというお話だったんですけどもね。さあ一旦 CM を挟みまして、 CM 明けはまた読谷の情報がっつりとお届けしていきますので、チャンネルはそのまま観光情報番組読谷ラジオです。おい、もう泣くなよ笑った顔見せてくれよ。一緒に観光情報番組読谷ラジオ聞いて楽しもう。ほら、もっと笑って。観光情報番組読谷ラジオ、ほら、もっと笑って。観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。時刻は9時31分になろうとしておりますけども、さあここでちょっと一息、読谷の、アーティスト、読谷出身のアーティストの曲を皆様にお届けしようと思っておりますよ。
今日お勝てするのはサラバンジというですね、グループの方の、曲をお勝てしようと思っておりますよ。なんか心がほっこりとなるそんな感じの曲でございます。読谷アーティストサラバンジ3つの約束。母さん僕約束するよ三つのこと。お家を出たら車に気をつけて右左よく見て注意をするよ。お母さん僕約束するよいつのこと。学校に行ったら友達と仲良く先生の言うことをきちんと聞く。僕約束するよ三つのこと。知らない人に声かけられても絶対絶対絶対ついてゆかない。お母さんお父さん僕約束するよいい子になる。僕約束するよいい子になる。読みたアーティストということでサラバンジの曲をおかけしました。3つの約束、なんかほっこりしてしまうね歌詞ですよね。読みたアーティストでございました。さあ観光情報番組読谷ラジオをお送りしております。本日のナビゲーターは私マサヤです。読谷村高潮体験王国紫村サテライトスタジオからお送りしております。駐車場真向かいにあるサテライトということで朝多くのね朝から多くの修学旅行生本土から来たんでしょうね。大型バスが今 1,2,3,4,5 台6台か並んでます。でそこから続々と高校生かな降りてきて今から101の体験の何をしようかなとねパンフレットを見てる風景がここから確認できますけども、101の体験ができる体験王国紫村、ぜひ皆さん足をお運びくださいね。紫村電話番号が 098-958-1111 紫村 098-958-1111 となっておりますよ。先ほど読谷なんでも調査団でね、おばあの音伝をおかけしたわけなんですけども、ジャッキミ出身95歳島袋秀さんというふうにね皆様に紹介したわけなんですけども、秀さんはなんとここ読谷の伝統的、工芸品のユンタン座花ウイ技術保持者でございます。県指導員をされてるね、もうとっても重要な方でございますけどね、そういう方からいろんな、ね、楽しいお話を、取ってきた音源を皆様にお届けしたんですけども、ユンタンザハナウイって何ですかと思っている方もいらっしゃると思いますけどもね、ユンタンザハナウイとは、約600年前の、まあ、歴史を誇る
ということでございます。あの1964年に、まあ、読谷の、情熱ある方々の有志によって、ね、幻の花ウィーが復活したそうなんですけどもね、当時はまあまあいろいろあって止めてしまって活動はなかったそうなんですけども、90年ぶりに1964年に復活したということで、当時はあのユンタンザ花ウィ組合ではなくて愛好会だったそうなんですけどもね、愛好会から今に至るこの事業協同組合へと発展するまでにはいろんな道のりがあったそうなんですけどもね、まあ、今ではねもう本当にこの国指定にもなってます、経済産業大臣指定になっている伝統的工芸品、それが読谷のユンタンザ花ウィでございます。ユンタンザ花ウィともう一つユンタンザミンサーというのもねございますけども、こういう、もの、例えば手ぬぐいとかあのコースターとか、まあ、今ではもうネクタイとかね、ビジネスマンとかにもね広く、愛用されているユンタンザ花ウィで、ユンタンザミンサーいろいろあるわけなんですけども、これ実際に見ることもできますよ。ユンタンザ花ウィ事業協同組合、はい、こちらですね、読谷の役場周辺にございます、まあ、国指定の伝統的工芸品の一つでございますので、ぜひ、ね、あの読谷村役場でいろいろな情報をゲットしてもらって、そこからすぐねもう歩いても行ける距離にこのユンタンザ花ウィが事業協同組合さんがございますので、ぜひこちらも見に行ってもいいと思いますよ。もちろん入場無料で見ることができます。でいろんなこの織物が見れるわけなんですけどもね、でこのユンタンザ花ウィさん体験もできるということで、なんとコースターを、コースターを700円で作る体験できるということで、まあ、親子の参加も OK ですよということでございます。ユンタンザ花ウィ事業協同組合、電話番号が 098-958-4674 098-958-4674 となっておりますよ、ね、読谷村役場、ナビを使って読谷村役場と探していただければ、いいなと思います。で今レンタカー OTS レンタカーオリックスレンタカーさんをご利用されている方、ね、社内に、雑誌レンタカーマップというのが多分入っていると思いますけども、はい、手に取ってもらっていいでしょうか。うん、取りました。でその中に、ね、A4 サイズの緑色のチラシが入ってるのをちょっと探してもらっていいですか。そう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 、ありました。あ、それですそれですそれです。そう、この緑の、そう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 、旅に一味加えましょうね、物語が生まれる村読谷村で、下の方に書かれてますね、観光情報番組読谷ラジオ FM78.6MHz と書かれてますけども、今やってるこの番組のこの CM になってるのがこのチラシでございますよ。旅に一味加えましょうということで、読谷にはいろんな場所があっていろんな楽しいところがありますよという情報が詰まってますよ。このチラシ1枚からこのラジオを聞いて、このラジオからまた広がる良さを、ね、感じていただきたいというわけで、OTS レンタカーさん、オリックスレンタカーさんご利用されている方の車にはこのレンタカーマップの中にね、読谷ラジオのチラシが入っていると思いますけれども、捨てないで持っといてね、遊びに来て、大抵王国紫村サテライトスタジオで喋ってるのでね。でそのレンタカーを利用されている方にですね、まあ旅を楽しく、過ごしていただくためにはやはり安全運転でということで、改めてこの再確認といいますでしょうか、はい、気持ちのモチベーションをちょっとね、さらに引き締めていただきたいということで、レンタカーの事故発生状況ということで、昨年起こった、沖縄で起こったレンタカー関連の事故件数なんですけどもね、去年なんと327件の、レンタカー関連の事故が発生しております。毎年20件近く多く増えていってますので、
ぜひ気をつけてほしいなと思いますよ。で、レンタカー関連事故の発生件数の多い市町村ということで、はい、ここ読谷村も入ってます。で、他に恩納村、名護市、本部町というに入ってますけども、やっぱりね、観光地のある観光地があって、またちょっとそういう観光地が強い市町村においてのこの事故発生率が高くなっているという調査も出てますので、ね、今一度このパートナーと、もしあなたが運転されているのであれば、ね、メールとか、何か触るナビゲートを触る際は、ね、車を路肩に止めて安全運転で、ね、沖縄の旅を楽しんでいただきたいというふうに思いますよ。安全運転だから楽しい旅ができる、ね、沖縄の旅行ができるということをね、また改めて、確認してください。もう12月も4日ですね。今日 ET の日というふうにね、ね、お話したんですけども、まあ、ET の映画、今でも愛されてる、ね、ET のキャラクター、この番組も末永く皆さんに愛されながらね、はい、続いていくことを願っておりますけども、もう3週間後かクリスマスはね、ワクワクドキドキクリスマス近づいてますけども、そういうクリスマスのイルミネーション南国沖縄で見ることもできます。読谷にはですね、ホテル日光アリビラさんというですね、本当になんだろうな、特別な空間だからといって、なんだろうな、入りづらいとかっていう、またあの感じもなくて、その場所はまた別世界になるね、本当にしっとりとした、なんだろうな、静けさが心地いい、ホテル日光アルビラさん、そこでなんとイルミネーションがご覧になれますよ。あのね、この中庭パテオで今イルミネーション彩りねされてますけども、ヤシの木からね、その周辺で植えられてる木々にね、たくさんのこのイルミネーション光がね、ちいちいバラバラ、うん、散りばめられて、でまた夕暮れ時にその場所に行くと、この夕日が沈むサンセットと一緒にこのイルミネーションが見れる、こんな贅沢なところはないですよ。駐車場もございます、アリビラさん、もちろん。で、このイルミネーションを見るのは無料でございます。アリビラさんでぜひ贅沢なひととき、はい、こういうね、目の保養、ここでしか見れない癒しの風景をご覧になってくださいね。まあ、アリビラで過ごすね、聖なる夜っていうのもね、いいかもしれないですね。ちょっとニタニタしてよだれがちょっと垂れそうだったんですけどもね。そして読谷村、その他にも個人でイルミネーションを彩ってるお家もたくさんございます。外国人のお家も非常に多いので、その外国人の方々が彩ってるイルミネーションをね、車を運転して読谷村内を回ってるとね、発見することもできますので、読谷の道を走らせながらね、こういうのもチェックするのも家族のまた楽しみかもしれないですね。以上、読谷情報をお届けしましたよ。
アイアーナ、夢の国に来たつもりだったけど、なんでここどこになってんのこれ。あれ、なんで、なんいや僕ミッキーだよ。おい、あんたミッキーマスじゃないか、なんでこっちにいるの。いや僕ミッキー、みんな聞いてる観光情報番組読谷ラジオだよ。何、読谷ラジオ。そうだよ、みんな聞いてる。あいやら、ミッキーマスも聞いてる、読谷ラジオ、みんな聞くんだよ。観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。本日のナビゲーター私マサヤでございますよ。ハイパーテクノおかけしております。はい、ハイパーカチャーシおかけしております。今日さ、メールがとっても多いのでちょっとメール紹介していいかな。こちらから、おはようございます。ついに12月に入ってしまいました。今年も残すところあと1年。え、違うだろ、あと1ヶ月って言いたかったんだろ。あと1年って書かれてるから沖縄の冬は暖かいという話が、出てますけども、東京では今頃コートに、コートにマフラー、そして手袋が当たり前です。沖縄は未だにコートの出番はないですね。子供たちも私たちもまだまだ、島通りでOK ですということで、読谷に来て2年9ヶ月になりますが、体はまだ本土のように、まだ沖縄には、慣れてないみたいな感じで、いつ寒くなるのかなと思ってるうちに冬が終わってしまうという。この方はどちらから沖縄に移住して、あ、東京だな。へえ、東京から沖縄に移住して2年。東京に住んでる時の寒さとはまた違うんですね。で、この方ラジオネーム、ゴンジローさん、ゴンジローさん以前、この番組でリスナープレゼントをね当たった方で、そのリスナープレゼント、オキハムさんの商品毎日美味しくいただいてますよということで、あ、お礼のメールも兼ねて送ってるんですね。あ、そうなんですね。読谷の優良企業さん、オキハムさんの商品、これからも美味しい食品を楽しみにしてます、ありがとうございますということで、ゴンジローさんから。あ、ゴンジローさんって東京から、沖縄に移住してきたんですね。はあ、沖縄ね、読谷村に住んでるんですか。読谷いいとこじゃないですか。もう離れられないんじゃないですか。はいね、この番組聞いてたらもっといろんなリスナープレゼントが、まあ、今日はないんですけども、明日ね、ご用意しておきたいと思いますので、また明日もメッセージくださいね。ありがとうございます。そしてもう一つ。おはようございます。ラジオネームなおです。ということで、これ日曜日に行われた那覇マラソンに、エントリーした友人が、九州熊本に戻りましたということで、本土の方々もね、そのエントリーした人多いということなんですけども、私が仕事だったので読谷の観光案内ができなかったんですけども、読谷の大鳥マップを活用して読谷を、観光したそうですと宣伝していただいたんですね。ありがとうございます。しかもこの番組読谷ラジオも聞いて、読谷を旅したそうです。読谷村は来年日本一人口の多い村になるんだねと、この、熊本の友達は言ってたそうなんですけどもね、沖縄は冬、雪が降らないし自然が多いから私も移住したいねと言ってたよということで、はい、ありがとうございます。なおさん嬉しいな、こういう風にして言われたら。そしてもう一つ、まさやさんおはようございます。この方、名護ヤンバルで聞かれてる方なんですけどもね、もう毎日ありがとうございます。ヤンバル今日晴れてますよということで、晴れてますがひんやりしています。少し空気が乾燥してる感じですね。これからどんどん寒くなりそうです。はい、
ヘルニア持ちにはきついかなということで、でヘペロ、お互い体調を崩さないように気をつけましょうね。今日はのんびり早めの年末お掃除してます。ヤンバルから千鶴さんでした。このラジオを聞いてヤンバルに向かわれる方ね、千鶴さんが今言うようにヤンバルも晴れてるよということなので、快適なドライブできると思いますよ。でヤンバル行ったついでに、ね、帰りでいいですから58号線を通ってここ読谷村にねフラッと寄っていただきたいと思いますよ。でもう1通来てますけども、今日ねメールでジョインだよね。ラジオネーム水天パンダさん、朝からあなたの願いが叶いますようにということで、そしてお久しぶり、あ違う、お久しぶり、そしてお久しぶりっす。ラジオネーム水天パンダさん、日本一読谷の人口一多い読谷の朝に向けてあと28日ですねって、リクエストアルバイトグスクマ、アルベルトシロマさんのオープニングの歌が聞きたいですということでね。あ、なるほど、この番組のねオープニングでかけてるね、使ってるやつ、今度じゃあおかけします。お久しぶりですね水天パンダさん、はい、ありがとうございます。聞いてるんだったら毎日メッセージくださいありがとうございます。でね、もう本当にいっぱい来てるんだよね、ごめん今日ちょっと読めないかもしれない、はい、すいません、また続きは明日、はい、お読みしたいと思いますので、明日も私マサヤがナビゲーターとしてね、担当しますので、明日も観光情報番組読谷ラジオ、聞いて楽しんでくださいね。沖縄にはさ弁当屋さん、面白いあの商品というか沖縄では当たり前なんですけども、100円で食べれるそばがあるんですよ。弁当屋さん絶対どこでもあるの、弁当という上りが立ってる場所、そこが弁当屋さんなので、ここですいません100円そばありますって言ったら、あいいよ100円そばねって、100円で食べれるそばがあるので、こういったのもねチェックしてみてください。楽しみの一つですよ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。晴れ晴れとしてる秋ね、沖縄を楽しみつつも、ラストは読谷に来たらいいさ、また明日。